草を食べました。今もうさ、本当にさっきめっちゃお腹いっぱい。お腹いっぱいいい感じ。こんばんは。今日はこの前のこのウミガメのスープの水平思考クイズの続きをしたいと思います。どんなクイズ？なんか固定観念にとらわれず、さまざまな視点からアイデアを生み出す。まあ分かるよ分かるよ。こんばんは。してみようかな。一番最初じゃん、電話ができんわタイトルがね毎回面白いんですよ。リカ子さんは父親から電話の仕方がわからないという電話を受けた。一体どういうことだろうか。電話の仕方がわからないと父親から電話を受けました。一体どういうことだろうか。電話してるもんね。だって電話の仕方がわからないって。じゃあこれは皆さんが答えてください。私はね先に答えを見ます。え？どういうこと？なんかどういうことって感じ。この答え見てもそういう感じ。まあ答えを言うと、まあこれ例題として、リカ子さんの父親はスマートフォンでコールセンターに電話をかけたが、音声ガイダンスに従って押す数字の画面が表示されておらず、困って娘に電話をしてきたのだった。ちょっと分かりませんでしたね。次、私が答えます。皆さんにね先に答えを見せますね。動かぬ車
車に乗った男はその場から全く移動しないまま車から降りたが満足した様子だった。一体なぜ？答え、いや、もう一回読もうかな。車に乗った男はその場から全く移動しないまま車から降りたが満足した様子だった。一体なぜ？答え、こんな感じ。もう私分かった。あれしかなくない？ちょっと待って、どうですか？はい、ごめんなさい、その場から全く移動しないまま車から降りたからマスクセンスだったので、これは多分合ってる。洗車じゃないんですか？この答えは洗車ですか？車を洗った。あれあれ、じゃあ違う。あれ、関係ありません。え、じゃあ全然違うね。そっちのが正解だな。え、ですよね。だって、なんやろ、じゃあ。ガソリン。この男は助手席に乗っていて、ガソリンを違う、2人でいて、この男はもう一人運転手の人と、でこの男は助手席に乗っていて、その運転手の男がガソリンを入れてくれて、あ、車から降りるのか、あれ。じゃあ無理かね。え、分からん。え、そういう感じですか？あれ、この男は一人ですか？満足した、あ、試写会じゃなくて試乗しただけだった。なんか車の展示会で、あ、違うか。え、そういうのしかなくない？この人は優しい人？ん、どういうこと？優しいっていうのは関係ある？ちゃんと目的がある。え、みんなすることですか？人の役に立った。どういうこと？その場から全く移動しないっていうのは、車が移動しないってこと？車は動かないのか。え、これ星3なんですよね。星3、4、5があって、
番簡単なやつなんですけど、え、分からん。この車っていうのはゲームセンターにありますか？いい乗り換えかと思った。むずくない？献血者。そういうことね。やけん、なんかお土産とか言ってたんですね。あー、そういうことか。確かにそういうことね。いろいろ当てはまるねいやでも一番納得できたかも、献血者っていうのが。確かにね。そういうことねじゃあ次、ポイ捨てする男。男はお店からのサービスを喜んで受け取ったが、どういうわけかすぐに捨ててしまった。一体なぜ？男は お店からのサービスを喜んで受け取ったが、どういうわけかすぐに捨ててしまった。一体なぜ？じゃん、これ答え。こんばんは。そういうこと。なるほどってなります。お店からのサービス、スマイルスマイル0円。うん、サービス、こんばんは。何？レシート？どういうわけか、どういうわけかってどういうこと？すぐに捨ててしまった。捨てる、でも捨てるのが普通ってこと？捨ててしまったって書いてあるけど、そんななんか普通の人しか出てこないですよね、このクイズって。あ、捨てるのが普通？え？イートイン、イートインで器とかを捨てた。こんばんは。いい質問。え、近い。え、なになに。え、イートインじゃない？
喜んで受け取ったらどういうこと？食べ物？回ってる？え？カップ麺のお湯。あ、カップ焼きそば、あ、まあ、どっちでもいいか。男はコンビニでカップ焼きそばを購入し、店内のポットでお湯を入れさせてもらった。3分後、焼きそばが出来上がったので、いただいたお湯を店内の排水口に捨てたのだった。だった。うわ、すっきり。ちょっと簡単、意外と簡単。ね、3分後って結構待つよね。次。突然の幸運。男はお金を払おうとしたのに1万円を渡された。一体なぜ？はい、ちょっと私は目が悪いのでここからの距離じゃ全く見えない。見えますか？ピント合ってる？うんって感じ？よし、なるほどって感じ。確かに、確かにってなる？え、男はお金を払おうとしたのに。払おうとしたっていうのは払ってないってことですよね。はいはい。ちょっと繋がってる？嘘。うん？1万円渡された。その1万円は本物のお金ですか？なんかよくあるやん、メモ帳の1万円とか。あ、本物か。え、渡されたっていうのは誰に渡されたんやろ？大人ですか？大人か。本物の1万円だったら。お金を払おうとしたっていうのは何かを買おうとしたんですか？何か物を買おうとしたんですか？はいか。え、鋭い？え、買おうとしたんですよね。え？どういうこと？なんかそのどっかのお店で1万円札を落とした。この男が知らぬ間に落として、その誰かに渡してもらった。これ落ちましたよって。違う？関係ない。どういうこと？両替とかじゃないよね。
え、正解？なんて両替？ほぼほぼ正解。え、なんで1万円なん？両替したいなら1万円こっちから渡すくない？え？1万円渡された。え、なんで渡されたんですか？1万とか。1万円札とは言ってない。そういうことね。その後どういうこと？え？分からん。なんか支払った。え、どういうこと？使えなかったってどういうこと？そのなんかお店に何円不足ですみたいなのがあったから。あ、そういうことか。そのお店には1万円、うん？あ、違うか。買ってはないんだよね、まだ。え？何？使えなかったから何？そういうことか。1万円、あ、券売機？券売機で1万円入れて、なんかしわくちゃだったから返された。とか？近い？何？あ、そっか、1万円に対応してなかった。正解。券売機で1万円に対応、1万円入らないけど、このその男は入れてしまって、ブーンヒーンって戻ってきた。あ、そういうことね。あ、え、あ、店、あ、全然違うよ。店員から10枚の千円札を渡された。そういうことね。店員に両替を頼んだってことか。ちょっと意外と難しかったこれは。男はラーメン屋で食券を買おうとしたが、1万円札しか持っていなかったので店員に両替を頼んだ。男は店員からその、うん、店員から10枚の千円札を渡されたのだった。次、ハリーアップ。ゆっくり食事をするのが好きなマリコさんが、とある一言をきっかけに目の前にある料理を急いで自分の皿に取り分け始めた。一体何があった？難しそう。ゆっくり食事をするのが好きなマリコさんが、とある一言をきっかけに目の前にある料理を急いで自分の皿に取り分け始めた。一体何があった？むすー、ちょっと一緒に考えましょうや、じゃあ。え、ゆっくり食事をする。いや、でもヒントになりそうやけんやめよう。はい、やっぱり皆さんに答えを先に見せます。
うですか、どういう感じ、なるほど、こんばんはなるほどって何、いい感じ、あるある、あるある、そういうこと。じゃあゆっくり食事をするのが、ゆっくり食事をするのがっていうのは関係ありますか。あ、関係、まあ、急いでっていうのを言いたかったので多分言ってるってことか。むずい、そうでしたことは聞く気に目の前に前に取り分けるのは重要に重要なんですか。取り分けるっていう作業は重要なんですか。はい、いいえ、うん重要、料理のジャンルは大事ですか。料理のジャンル、間違えた、料理のジャンルは結構関係ありますか。え、バイキングですか、これ取り分けるってことは。ハート、あ、いい、これは日本和食ですか。和食ですか、中華ですか、中華、中華料理ですか、イタリアンですか、イタリアンですかフランス料理ですかえ、何の料理、じゃあタイ料理ですか、なんかあったっけ、ベトナム料理ですか、え、でもジャンルは関係あるんですでしたっけえ、とある一言っていうのは店員さんですか、それとも友達、店員さんですか、そのとある一言を言った人は店員さんね。あー、この食事はなんかその食べ放題みたいな、なんかなんと、なんか例えば焼肉みたいな食べ放題で制限時間が決まってて、もうあとちょっとだった、え、違う、え、違うか、違え、え、なんやろ、でもないな、もうえ、制限時間があったんですか、このお店には。焼肉？焼肉ですか？あ、うん？あ、焼肉？じゃあこのあと網を取り替えに来ますねって言われて、その網の上に焼いているお肉を急いでお皿に移した。正解、こんばんは、
っちゃ納得。マリコさんは友人と焼肉を食べに来ていた。店員から網を交換しますと言われたマリコさんと友人は網の上に乗ってる肉を急いで自分の皿に避難させたのだ。すごい納得。やっぱ分かるもんですね。うん、確かによくある。やっぱ質問するのは大事ですね。よかった焼肉って頭に出てきて。いきます。男は部屋の多さに気づいてじゃない、男は部屋の多さに驚いてその場から立ち去った。一体何があった？男は部屋の多さに気づお多さに驚いてその場から立ち去った。一体何があった？じゃん、これです。答え、どうですか？おもろい。なるほど。あるある？OK。 え？部屋の多さっていうのは鏡とかじゃなくて、私が一番思ったのはなんか万華鏡の部屋みたいな、鏡張りの部屋みたいな、関係ない。トリックアートみたいなって思ったんですけど、違うか。部屋の多さ、部屋の多さっていうのはもうその部屋はちゃんとあるものなんですか？部屋はちゃんと存在してますか？その場から立ち去る何か理由、あ、驚いたからか。部屋として存在してる。部屋の多さ、私は経験したことがあると思いますか？この驚き。ない。その部屋っていうのはちゃんとした建物って感じの部屋なんですか？私はあります。何？物質、学校に建てられてる物質が多くてびっくりした。一回あります。焦った。どういうこと？でも誰かしらは経験があることしか多分クイズにはね、ならんよね。和室？和室なんですか？立ち去る理由、分からん。なんで立ち去らないといけなかったんですか？立ち去らないといけなかったんですか？どういうこと？どういうこと？刑務所？
絶対に立ち去らないといけません。立ち去る必要があった。え？キャーと叫ばれる。どういうこと？全く分からん。男は部屋の多さに驚いてその場から立ち去った。一体何があった？通報される？え？むずい？ちょっと答え見ていいですか？え、部屋の、あ、そういうことね。部屋というか、そういうことね。その男は間違えて女子トイレに入ってしまって、何でも入るんやろ。まあそういう時もあるよね。なんか女子トイレに入ってしまって、まあ男子トイレってそんな多分個室というか、なんかドア付きの、あ、個室かがね、あんまないんですかってこと。確かに個室しかないもんね。そういうことね。ちょっとよく分かんなかったです。部屋っていう言い方がちょっとむずかった。単語を言い換えないといけないですね。お、待って、自分の名前が出てきた。見たこともない私、葵さんはカメラに映された自分の姿を見た。しかしそこに映っている自分は全く見たこともない姿だった。一体なぜ？なぜ？葵さんはカメラに映された自分の姿を見た。しかしそこに映っている自分は全く見たこともない姿だった。一体なぜ？じゃん。どう？なるほど。そらね、なるほど。ああ。え？いい感じ、わかる？そっちかい、あるある。そういうことね。え、わかる？私に。え？葵さん、カメラに映された自分の姿を見た。そこに、しかしそこに映ってしまった。カメラっていうのは、テレビですか？あ、経験があります？ん？葵さんはカメラに映された自分の姿を見た。しかしそこに映っている自分は全く見たこともない姿だった。一体なぜ？私は思ったのは、なんかテレビ番組でこの葵さんがなんかターゲットというか、なんかすっぴんから始まってビフォーがすっぴんで、なんかすっごい素敵なメイクさんに、プロのメイクさんにメイクしてもらって、ファッションもめっちゃ綺麗にしてアフターとして見た。それが全く見たこともない自分の姿だった。
こんばんは。葵さんはカメラに映された自分の姿を見た。しかしそこに映っている自分は全く見たこともない姿だった。一体なぜ。怖くなってきた確かに鏡か。カメラね、カメラに映されたっていうのは動いてるんですか。動いてますか。動画ですか。写真じゃないってことですよね。ビデオカメラ、ライブ、生放送、放送じゃないか。え、動いてるんですね。リアルタイム。そこに映ってる自分は全く見たことないぞ。え、本当に自分なんですか。え、リアルタイムってことは、この葵さんはどうやってカメラを見てるんですか。目の前のモニター、なんでモニターがあるんですか。テレビ関係者。あ、寝ている時ですか。あ、見たこともない姿だったっていうのは、睡眠の時の、睡眠時のなんか、例えばなんか寝相とか無呼吸症候群じゃないかとかを調べてる。あ、違うか。胃カメラとか、胃カメラとか、あ、そういうことね。胃カメラとかしてるときって見れません？え、見れるんですか？見れるか？なんか意識朦朧としてない？見れるもんなんですね。すごい。そうなんですね。確かに姿。自分もね、あの教育実習じゃない職場体験で、なんか本当に実際の胃カメラをしてる姿というか、胃カメラの診察を受けてるところを、ね、見学したことがあるんですよ。その人の胃の中にはわかめが入っていました。本当はね、多分ね、わかめとかね、消化できにくいやつは食べたらダメって多分事前に言われるんですけどね、その人は多分お味噌汁とかを飲んだんだと思います。はい、オッケー。どうしようかな。次、なんか怖い。恐怖の水族館。水族館に行ったマリさんが目にしたのは死んだ魚だった。しかし彼女はとても嬉しそうだ。一体なぜ。え、分かるかも、分かったかも。水族館に行ったマリさんが目にしたのは死んだ魚だった。しかし彼女はとても嬉しそうだった。一体なぜ。じゃん。どうですか。なるほどね。ほう。
なるほど。難しい？嘘。死んだ魚っていうのは、なんか調理された魚で、それを食べようとしてたので、嬉しそう。嬉しくなるのかね。って思った、私は最初。違うか 死んだ魚っていうのは、なんか展示されてる、なんか魚拓みたいな感じ。魚拓みたいな。違うか。死んだ魚っていうのは、なんか保存されてるとかですか？保存されてる魚ってことですか？違う？魚拓はなんか黒いやつよね。黒いとかなんか、あれよね。私の実家にもあるんで、知ってます。保存されてる？模型、魚、違うか、死んでるんですよ。生きてたってこと？この魚は、ちゃんと生きてたんですか？こんばんは、生きてたのか。なんで嬉しいんやろ。水族館に何がある？あ、餌？何かに餌をあげてた。その餌が死んだ魚だった。どうですか？お、正解！ピンポン。おお、確かにそうだ。ちょっと分かった、分かった。いい感じ。だんだんと頭がね、柔らかくなってきました。マリさんは水族館のイベントでアザラシへの餌やり体験をすることになった。彼女はスタッフから餌としてあげるための魚を手渡され、嬉しそうにしていたのだ。なんかめっちゃ分かってきたしたよ。じゃあ最後にしよう。はい。幻聴アイドル。何よりも自分のファンを大事にしているアイドルのさやかさんは、何も言っていないファンに対してうるさいと声を上げた。 一体なぜ？すごい、さやかだって。 STU に2人います。何よりも自分のファンを大事にしているアイドルのさやかさんは、何も言っていないファンに対してうるさいと声を上げた。一体なぜ？なんで？ 答え。なんでやろ。うるさい。何も言ってないファンに対してうるさいと声を上げた。一体なぜ？何も言ってないファンに対してる。どういうこと？そっちか？どうですか？なるほどって感じ。はい、そういう意味ってなる。うるさいっていう歌詞があった。例えば「僕は嫌だ」って感じの「うるさい！」っていう 歌詞があった、セリフがあった。違う？何も言ってないファンっていうのは一人ですか？葵ちゃんも思うかも。なんやろう。一人じゃない。複数人いるってこと？特定の一人に対してじゃないってこと？
どういうこと？英語ってどういうこと？うるさいっていう英語がある？夏に使う？分からん。待って、難しい。言葉の引っ掛け？で、うるさいっていうのが？そっちのファンね。ファンの方たちのファンじゃなくて、扇風機のファンに、うるさいじゃなくて、うるさいは別に意味ないってことで、我々は宇宙人だとかでもいいってことですよね。扇風機に対して言った、そっちで。じゃあなんでアイドルって書くの？この人物がただのアイドルだったってことか。扇風機の騒音に対してうるさいって声を上げた。扇風機がうるさかったんですね。扇風機うるさい？さやかさんは応援してくれるファンではなく、扇風機かっこファンの騒音に対してうるさいと声を上げたのだ。切ればいいやん。面白い。今日も終わり。でもまだまだあるよ。あとこんだけある。こんだけ終わりました。でまたなんかいつか続きをしたいと思います。近々。いつ終わるんやろ。なでもね、なんか脳トレになるよね。そっちねっていろいろ。日本語って難しい。脳みそが柔らかくなってきた気がする。前にやったのは覚えてる？覚えてるか分からん。一つだけ覚えてるかどうか。これ覚えてなかったらね、もう意味ないので。じゃあいきますね。だってこれ覚えてないかも。ユージさんはずっと待っていた相手が姿を現したのに泣きながらその場を去った。一体なぜ？待って、これ覚えてない。ずっと待っていた相手が姿を現したのに泣きながらその場を去った。一体なぜ？待って、覚えてないかもこれ。何でしたっけ？覚えてない。
か、駅伝だ。すごい。まあそれね、あんまり私は駅伝に駅伝の知識がないっていう感じでしたね。そうやん、すごい、みんなの方が覚えてるやん。あとは待って、覚えてないかも。正明さんは自ら手掛けた製品の悪い部分を大々的に宣伝した。あ、タバコだ。タバコのパッケージに大きく喫煙が病気のリスクを高めるという内容の警告文をパッケージに大きく書かなければならなかったのだった。わあ、すごい。ちょっと忘れてましたね。忘れ物をしてしまった夏美さんは自分の左手に向かって喋り始めた。あ、これは腹話術ですね。腹話術が特技の夏美さんは子供たちの前でショーを行うことになった。しかし人形を忘れて、夏美さんは自分の左手を人形代わりにして会話を始めました。ちょっと忘れるよね。うん、オッケー。ノートレになりました。ロフトで買った。え、これ84枚あります。うん。ハートありがとうございます。オッケー、思考、うん、水平思考クイズはここまでです。オンラインお話し会の再販がもう明日の1時まで13時まで27、28の受付はもう明日の13時までです。5月27、28のお話し会の受付が、ちなみに28はナースです。看護師になります。で、27はとびっきりの私服です。うっかりしてた？言ってよかったですね。じゃあ、そう、明日までなんですよ。ツイートしよう、ストーリーにも載せようかな。あとゲームを今多分なんか67人まで入れて今61人いるんですよ。あと、まあ、これから多分どんどん上限がね増えていくんですけど、まだまだ
入れるので待ってます。ツイッターの私が上げてる固定ツイートか、固定ツイートからの URL から、ダウンロードできます。そこからしかダウンロード、そこから、そこから絶対そこからダウンロードしてください。普通に検索してダウンロードじゃなくて、そこからダウンロードしないとダメらしい。あとね、なんかもう全然私はね一つも課金とかはしないんですけど、戦力がもう50万以上、54万ぐらいになったので結構いい感じです。サーバーが違う、いや、なんかその STU とそのライズオブキングダムっていうゲームのコラボの専門じゃなくて、特別のな URL があるので、そこからダウンロードをしてください。ね、全然課金なしで何でもできるので、そう、今まで私もねいろいろゲームとのねコラボをさせてもらったんですけど、課金をしたことはないです。でも結構できているのでいい感じです。そうなんですよ。うん、ぜひぜひ待ってます。そう、申請にね、結構時間かかると思うんですけど、多分まあ運営さんもねチェックはしてくれてると思うので、ちょくちょく申請されてたら多分OK してくれると思います。こんばんは。では、お疲れ様でした。今日私はハヤシライスをまた食べました。なんかちょっとピリ辛のハヤシライスのルーが売ってて、なんか美味しそうって思って、それでそのルーを使って今日は作ったんですよ。めっちゃ具だくさんになりました。牛肉と玉ねぎとしめじ。そう、ハヤシライスってなんか甘い、甘酸っぱいイメージがあるけど、なんかそうピリ辛のやつも売ってたので、ね、美味しかったです。え、この服めっちゃ可愛くない？涼しい。なんか流行ってますよね、これ。ここのこれ。何だっけ？トラなんとか。では壇上を読みたいと思います。殿様ドラゴンさん、ガッチさん、雪福さん、サイドKさん、
大通さん、ケイゴミーさん、中健さん、カツリンさん、ミータさん、キヨ兄さん、シューちゃんさん、モフモフスキーさん、サクさん、ありがとうございます。たくさんお話し会お待ちしてます。明日までなのでね、再販が明日って言ってもね、もう明日のもうほぼ午前中で終わりなので13時まで。今しておかながおすすめです。おやすみかん。私はね、あのお話し会に来てくれる人全員のお名前、ニックネームをねメモしてるんで、これ知らない人いると思うんですけど、このなんか次の人に切り替わるのが3秒ぐらいなんですけど、その間にパーってメモをしてるんですよ。で、時間があるときにはそのニックネームの後に話した内容をもメモしてる、単語で。なんか6周年のコンサートのことだったら6周年とか、そうなんですよ。オンラインならではって感じ。リアルではねできないんですけど、オンラインだからこそなんかメモできるなと思ってしてるんですよ。そう、もうオンラインが始まった時からメモしてる気がする。4月何日ぐらいから、2年前、いつからやったっけ、オンライン話し会っていつから始まったっけ。こんばんは。なのでぜひいろいろ話しに来てください。え、3年もう始まって、すごいね。ぜひ直接お話し会もお待ちしています。では、あ、この後ツイートしますね、お話し会な。おやすみかん。直接でも来た人大体わかりますか。え、わかるよ、わかるし、名前もちゃんと言ってくれた方がさらに覚える。実際会ってみると、この背高いみたいな人もいて、なんかオンラインだったらマスクしてないけど、直接の時はマスクしてる人も結構いるんですよ。でもそれでも結構ね、分かる人は分かる。お、サイン会もぜひ。おやすみかん。では終わりたいと思います。バイビー。
ヤンマガも見てください。